ですね、真横とね真正面ですよ、うん、でもこの真正面をちょっと注目してほしいんですけど、もう一度この子も呼吸が苦しい子だったの、うん、もう一羽先に来た子かな。まずこの子で説明させてもらうと、これ心臓です、はい、でこれ肝臓、でこういうところが肺に当たるところです、はい、ちょっと白いんですこの子、機能炎があるから。じゃあパールちゃんはっていうとさ、心臓めちゃくちゃここ大きいよね、心臓がものすごい大きい、普通ここで肝臓のところがくびれてるんだけど、ズドンとこんだけ真っ白けになってるわけ、ってことは心臓がすごく大きくて肝臓もすごい大きい、そうするとこういう機能の部分が黒いところがほとんどないでしょ、圧迫されてるという状況。それからこれ、うん、あの砂を食べてますから3番目の胃袋がここにあるわけなんですけど、で横向きで見てもそうなんですけど、こんだけしか黒いところがない、ちょっとこの子も小さいんですよ、この子も狭いんだけど黒いところが、でもこの子よりも全然狭い、だからその心臓が大きくて肝臓も大きくて圧迫されて呼吸するところがね、そんな状況だ、とっても危ない。でまだこの子